皆さんこんにちは日本史担当の田中雄也です今日もよろしくお願いしますそれでは今回は日本史の最重要テーマその三、4世紀から5世紀における東アジア諸国との関係を見ていきます初めて外交史を使いますねいつも通り時代の流れから確認してみましょうさあ大和政権の時代は前方後円墳を見ればそれが大和政権の勢力範囲であり大和政権の時代である っていうことが分かりましたよね前方後円墳は3世紀の後半頃から出現しますので大和政権の時代は3世紀後半からそして7世紀前半頃までがその時代となりますでこの上に書かれているこれ何か分かりますうん、これ新、南北朝、隋、まあ、隋って聞いたらわかるかこれは中国の王朝名ですしたがって大和政権と中国王朝との関係を見ていきたいんだけれども 特にこの中国南北朝時代との関わりについて早速見ていきましょうそれでは4世紀から5世紀における東アジア諸国を確認してみようまずは中国は南北朝時代北は異民族系の北魏、そして南が漢民族の宋です一方朝鮮半島は北から高栗、九だら白木そして南の方は蚊ヤ諸国が分立していました そして日本列島は大和政権が連合国家の首長として豪族を従えています。4世紀末から5世紀の初め頃、大和政権は朝鮮に進出し、高句麗と戦ったことが教科書に記されています。読んでみると、高句麗の皇太陽という王様がいて、その王様のお墓に字が刻まれています。この字を読んでみると、諸国が朝鮮半島で対立する中で、 我が朝鮮に進出し、高句麗と戦った状況っていうのが記されているんですね。では、早速この抗体用碑文を読んでみましょう。では、重要資料抜粋です。高句麗皇太子碑文から和の朝鮮進出行きましょう。百0 0山神羅はもとより、これ俗民にして由来超高数百0山というのは九百済のことです。九百済や新羅は高句麗から見たら俗民で貢ぎ物を持ってきたんだ。 ちょっとこうクリから見たら百済・くだらしらぎを下に置いてますよね。ところが和が辛抱の年よりこの方海を渡ってやってきた。この辛抱の年一体何年なのかというと中の2番を見てください。391年です。和は百済を破り、白木を四角四角して、持って新民にしてしまった。 従えてしまったってことでしょうかで皇太王自ら水軍を率いてまずは裏切り者の残酷を討伐するすると和は背いて黄栗の界隈にまで侵入してきたので皇太王が本気を出すことによって和公は解廃し残殺される者無数なりと記されています皇太王の墓に刻まれている文字なので多少の誇張があるとは思いますので どちらが優勢であったかどうかっていうところはそのまま信用できない部分もあるかもしれませんただ和と高句麗が争った状況というのはうかがい知ることができますよねもう一度図で確認してみましょう4世紀の末和は朝鮮に進出し高句麗と戦いました和と高句麗が戦ううん何のために和は朝鮮進出したかっていうと 朝鮮半島にある鉄資源を求めて進出したんですでからクリが何しに来たんやからだ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 からてよこの説明って何か話が一個飛んでるような気がしませんかだって朝鮮南部にある鉄資源を取りに行ったらまずいの一番に起こるのはクダラやかヤなんじゃないんですかそれなのになんでクダラとの争いには発展していないんだろうっていうところに理由が必要ですよね 実は朝鮮半島ではすでに高句麗、クダラ、白銀、華やなどの諸国が覇権をめぐって争い合っているような状況だったんですよ。どちらかというと高句麗が優勢でクダラが劣勢の状況に立たされていました。そこでクダラは和に使いを遣わして同盟を結ぼうって呼びかけたんです。このクダラの呼びかけに応じる形で 朝鮮に進出して百済と共に高句麗と争ったという解釈をすれば問題ないんじゃないでしょうか。このようにして4世紀末に和は朝鮮半島に進出しましたが5世紀はどののよううな状況だったのでしょうか続いてその部分を考えていきたいと思います。5世紀の和の様子を示すのは師和国伝です宗助和国伝」などの中国の師書によると「 5世紀初めからほぼ1世紀の間和の5人の王すなわち和の五王が次々に中国の南朝に朝貢し朝鮮半島南部に影響力を持つことを示す称号を得ようとしたちょっと難しいですよねねここね一体どういうことなのかっていうのはこの「宗助和国伝」というのを読まないといけませんよね。 では、もう一つ今回は資料を解釈してみましょう。それでは、創上和国伝から和王部の上表文を読んでみます。和の五王といえば、三鎮、正皇部の五人がいるんだけれども、その最後の部の上表文というのを読みます。順帝の正明二年、中を見ると、478年。和王部は、使いを使わして、 上表して曰く私の国はあなたの国からすると遠いところにあります昔から祖先は自ら鎧兜を身につけて山川を渡り歩き休む暇がないいいぐらままで争いましたすると東は盲人を制すること55国西は周囲を服すること66国渡りて海北を平らぐること95国 さあ私の祖先は国内においては東も西も西支配していますそして海を渡って朝鮮半島の南部の方だって支配しているんですっていう猛烈なアピールをしたんですよねするとこの中国の皇帝は和王武王へえお前んとこってすごいんやね」みたいな感じで支持説ととくは新羅美鼻名から新刊母刊六国諸軍事 安東大将軍そして和王にではこれはまあ分けて解釈する方がいいと思うんだけれども安東大将軍って言ったら朝鮮半島南部の支配者そして和王というと日本列島の支配者ここをお前に任せたぞみたいな感じで称号を得たっていうことになるんですね。ではここをもう少し丁寧にまとめてみましょう。 では和王武が上表文を出すとともに称号を得たというのはどのようになるんでしょうかこうですね中国の総に調香します和は南朝へ調香するこれによって中国皇帝の権威を借りることで朝鮮経営を有利に進めようとしたのではないかこのあたりの鉄資源が取れる朝鮮半島の南部を私に任せてほしいっていうことを中国皇帝に要求したんですよね これで高ークの野郎はビビって近づいてこねえだろうっていう風に思うんですけれども実はこの後コークの進行が止むことはなかったと言われています一体それはなぜなんでしょうか中国皇帝の権威が通じなかったんでしょうか実はこういうオチです高ークリや、まあ、クダラもなんですけれども中国に調香してそれぞれ朝鮮半島の特定の地域を任せたぞっていうような称号を得てるんですよね 同様に和も同じようなことをして朝鮮南部の支配権を委ねられたっていうことでやっとこれでコウクリア・クダラと同じ立場に立つことができたというわけなんです。このように4世紀から5世紀の東アジアっていうと中国が権威を持っていてそこに長江なんかをすることで称号を得るといった東アジア独自の国際秩序のようなものが成り立っていた。 ということを今回は押さえておいてくださいそれでは今回のテーマはここまでです See you!